て。やめてください。ちょっと話してください。いいじゃん、好きなもん。いい店見つけたんだよ。観光客とかいないバーでさ、絶対気に入ると思うよ。興味ないですから、とにかく手を離してください。リゾート気分も台無しだな。おい、その辺にしておけ。その子嫌がってんじゃねえか。あ？なんだてめえ、ヒーロー気取りの勘違いやろうか。俺らはこの子と仲良くお話ししてただけなの。関係ねえやつはすっこんでろ。仲良く話してるようには見えなかったけどな。勘違いしてんのはお前らの方じゃねえのか。さっさとその手離してどっか行きな。見てて気分が悪いぜ。ふん、言うじゃねえか。この子は後だ。このムカつく野郎を先にぶっ飛ばすと。ああ、ただじゃ済まさねえ。さっさと始めようぜ。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。手貸すぜ。すいませんでした。あのありがとうございました。おう、災難だったな。まあ、ああいう連中はどこにでもいるから気をつけてね。人に入れ墨ヤクザ桜吹雪だ。なんだあんたら。お兄さん、ズバリジャパニーズサムライですね。ジャパニーズサムライかどうかは分かんねえけど、まあ日本人ではあるな。迷わず困っている人を助ける仁義のハート、そして背中のその入れ墨。あなたは真のジャパニーズスピリット持つ男、サムライとお見受けしました。お名前は？俺は春日一番だ。で、あんたは一体何なんだ？おお、これは失礼。僕の名はネイさん。ハワイのテレビ局でディレクターをやっています。なるほど、テレビか。ってことは今ロケ中ってところか。はい、日本人旅行客の人にインタビューや同行取材などをさせてもらってます。日本人に？ええ、僕ジャパンカルチャー大好きなんです。漫画、アニメ、歌舞伎、全部最高です。だから日本人を特集した番組をメインに制作しているんです。なんていうか、日本オタクみたいな感じなのか。イエース。でも一番はジャパニーズムービーです。黒沢、つぶらや、オズ、どれもユニークでエキサイティングな映画ばかり。心の底から愛してます。ずいぶんといろんな日本映画を見てるんだな。俺も古い映画上映してる映画館によく行ってたぜ。それは素晴らしい。いつか僕もその映画館行ってみたい。そうだ、袖振り合うも多少の縁と言いますし、ぜひ春日さんにもインタビューしたいです。あなたのようなインパクトのある日本人が出てくれればきっと番組も盛り上がります。もちろんギャランティーはお支払いいたします。よろしければお時間もらえませんか。わかったよ。あんたの熱意は本物みたいだしね。少しくらいなら付き合ってやるよ。ありがとうございます。ではあちらでご説明いたします。ささ、どうぞどうぞ。おう。ありがとうございます。
へえ。はい。いいぜ。はい。ほう。へえ。
なあ。任せとけ。おう。
出てきたぜ。やるのかい。おれ。うわっ。あ。うそ。かかってこいよ。な、人の大事なもんを踏みにじっておいてこの程度かい。くそ、覚えてろよ。おい、大丈夫か。なあ。ありがとうございます。春日さんは僕がずっと好きだった。こんなに強くて本当にかっこいい。それに比べて僕は本当に何もない。あんな奴に才能でも喧嘩でも負けて僕は侍になんて一生なれない。そんなことねえよ。え、自分の愛する大切なもんのために強えやつ相手でも立ち向かって、負けても立ち上がる。おめえの姿はかっこよかったぜ。なかなかできるもんじゃねえ。姉さんは立派な侍だよ。春日さん、それに今日一日なんだかんだで楽しかったぜ。ハワイに来てこんなに日本の文化を好きでいてくれるやつに会えるなんて思ってなかったしね。まあちょっと日本への偏見が強い気はしたけどよ。そうですね。ジェームズは嫌なやつですけど、あいつの言っていることも確かに一理ありました。僕は本当に日本の映画や文化が好きです。でもそれを自分で紹介したり表現するときは上っ面ばかりなぞっていた気がします。忍者や侍はもちろん見た目も好きですが、本当にかっこいいのはその内面にあるんですよね。信念、スピリットのところがその本質なのに、僕の番組にはそれが欠けていました。キャッチーで分かりやすく撮らないと日本や侍の良さが伝わらない気がして。だけどそんなことはないってさっきの春日さんを見て痛感しました。僕を助けてくれようと体を張って戦ってくれた春日さんの背中は最高にかっこよかった。あれこそが僕の愛した侍の背中。入れ墨が見えなくてもその力強さや気高さははっきりと伝わってきました。そうか。僕、春日さんと会った時には黒沢みたいな映画を撮りたいなんて言ってましたが、実は心の中でちょっと諦めてたんです。このまま細々と番組を作っていく人生も悪くないのかなって。でもやっぱり僕は映画を撮りたい。側だけではない、日本の魂がこもった熱い映画を仲間と一緒に作りたい。今心からそう思うんです。あんたならできるさ。その気持ちを忘れずにいたらきっといい映画監督になれる。映画を撮ったら俺にも教えてくれよ。朝一で映画館に行くからよ。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、今日のお礼をしないといけませんね。これつまらないものですが。ん？なんだこれ。山吹色の菓子でございます。姉さん、おめえ
ってやつは。いや、お主も悪よのう。お代官様こそ。ハハ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 ハ。